なんとかしてやりたいが。神様、どうしてこんなことに。みんな、私のせいで。ごめんなさい、神様。もういい。ネコネのせいじゃない。自分を責めるな。ごめんなさい、兄様。ごめんなさい、兄様。ネコネ。さて、ルルティエは部屋にいるのか。ルルティエ殿、少し良いだろうか。ルルティエ殿。ルルティエ殿。うん。反応がないな。もう寝ているのか。なるべく早めに話しておきたいが、起こすのは悪いか。ルルティエ殿。夜分に恐れいる。失礼しました。何か。少し話したいことがありますゆえ、入ってもよろしいか。はい、どうぞ。失礼する。暗だから寝ていたのかと思ったが、明かりもつけないでどうなされた。ルルティエ殿。はい。実は話したいことがあってな。このようなこととなり戸惑っていると思われるが、ルルティエ殿はこれからどうなされる。やはりまだ疲れているんだろうな。ここまでぼんやりしたままとは。このような死期になった以上、九十里の王路である父君も心配しておられましょう。母国である九十里へ帰るのであればお送りいたしますが。私だけこの地を離れるなんて、そんなことできません。しかし、いかに姫殿下がおられるとはいえ、ルルティエ殿まで残る必要はありますまい。姫殿下もルルティエ殿がそう願うのなら、帰国をお許しになられるかと。やりたいことがありますから。やりたいこと。白様のお墓に、お花を、お供えしたいです。墓に。しかし、墓は。はい。わかっています。白様は。ブライとの戦いに巻き込まれ、跡形もなく消し飛んだ。皆にはそう伝えてある。故に、亡骸を弔うこともできなかったと。今すぐには無理かもしれません。でもいつかちゃんと弔って差し上げたいと。そんなことの、そんなことのためにこれから戦になるかもしれないこの地に留まりたいというのか。白様ならきっとそんな面倒なことしてないで、とっとと逃げろと言うと思います。でもそう言いながら、自分は最後まで残って知恵を振り絞って、無理をしてでもみんなを助ける
ハク様はそんな人でした。待ってくれ。自分はそんな大層なやつじゃ。まさかさっきから様子がおかしかったな。まさかそか、ルルティエはただひたすらにハクのことを忍び悲しんでくれていたのか、嘆き悔やんでくれたのか、お前を騙している。こんな自分を。そんなハク様だから私は。まさかルルティエ。いや、まさかだ。仮にも姫と呼ばれるルルティエが自分のことなど。気がついたらハク様の姿を探してしまいます。ハク様はもういないと分かっているのに、その姿を探してしまいます。やっと今になってやっと気づきました。これが恋というものだったんですね。ノスリー、少し話があるのだが、よいか。オシトルか。すまぬな、邪魔をしたか。何、気にするな、すぐに終わる。それで、何か用か。もう日も暮れてしまったが。ああ、今のうちに聞いておかなければと思って。ふむ、大切な話のようだ。ああ、そんなところに立ってないで座ったらどうだ。さて、ここからが大事なところだ。おしとるなら、どういうか。ハクのことは残念だった。それはオシトルの責任というわけではなかろう。ただ短い間とはいえ、心を許した仲間がいなくなるのは辛いものだな。ノスリー、ノスリーたちはこれからどうするつもりだ。どうするとは。このまま何事もなくとは行くまい。ここに留まれば必ず命を懸けることとなる。降りるのなら今を置いて他にはないと思うが。何かと思えばそんなことか。そんなこととは。何、てっきり私たちが従うのは当然と考えているものだと思っていた。何せヤマトの存亡がかかっているのだ。ノスリはそう考えてくれていたのか。いや、強制するつもりはない。もとよりノスリたちはヤマトの臣下ではないのだ。いくら有事とはいえ無理に従わせることはできない。うん、それはそうかもしれないが、だがな。だが、なんだ。なんでもない、お前には分からんことだ。してノスリ、これからどうするのかは決まっているのか。知らん。急に不機嫌になったがどうしたんだ。ノスリたちの不利益になるようなことは言ってないはずだ。すまない、少し気が立っていた。だがな、悪いのはオシトル、お前だぞ。確かに我が家は取り潰され没落した。だがそれでもヤマトへの、帝への忠心は変わっていない。それをヤマトの、
姫殿下の一大事に。臣下ではないなどと言い、蚊帳の外にするなどと。仲間の危機を何もせず指を加えて見ていろと、そういうのか。吐くならば、奴ならばそんなことは言わないはずだ。そうか、すまぬな。よかれと思って言ったのだが。いや、こちらこそすまなかった。ついカッとなってしまった。この分だとさらに動揺させてしまうかもしれないが、実はな、ああ言ったのは取引をするつもりでいたからだ。取引？そうだ。姫殿下に忠誠を誓い、我らが陣営に協力してくれるなら、お家最高の約束をしよう。いい女はどんな仰天するようなことがあっても決して動じないものだ。まあ、家の再興のために義賊を名乗って暴れ回ってきたわけだからな。そして帝都を奪還し、姫殿下が凱旋なされた暁には、八中将の位を約束する。な、しかしいくらお前が右近衛大将とはいえ、そこまでの権限は。いや、ある。何？確かに、いくら押しとるとはいえ、そこまでの権限を持っているとは考えづらいだろう。だが、今回ばかりは話が別だ。どういう意味だ？姫殿下のご帰還に助力したとなれば、それはこの上ない名誉だ。当然、熱く遇されることだろう。そこで家の再興を望めば、誰も否とは言えまい。いや、言わせぬ。この大和にノスリありと言わしめてみせよう。もちろん、右近衛大将である某も口添えしよう。それは、しかし。それが口約束などではないことは、姫殿下の容態が回復すればわかるだろう。ならば。いや、答えは後ほど聞かせてもらう。先ほど、大和のためならばと言っていたが、あえて考えてもらいたいのだ。家の再興が絡むとなれば、ことはノスリたちだけの問題ではない。その意味わかるな？では失礼する。夜分遅くすまなかったな。やはり一度冷静になってじっくりと考える時間がいるだろう。このように思ってしまうとはまだ甘いんだろうな。何一つ悩みのなさそうな、幸せそうな寝顔だな。こんな事態だというのに、のんきなことだ。こいつも寝ているんだろうか。というより、浮きながら眠れるのか。アトイ、起きろ。押しとる、ハンク。おはよう。ああ、寝ているところをすまんな、クラリン。おはようではない。こんなところで寝ていたら風邪をひく。心配ご無用や。うち、体は丈夫な方なんよ。そういうことではないのだが、よだれの跡を拭いたらどうだ。いや、恥ずかしいな。ところで、なぜこんなところで居眠りを？見ての通り、ここはお日様ぽかぽかやもん。絶好のお昼寝日和にお昼寝しないのはお日様に失礼やい。まあ、ここやとこうしてゴロゴロするくらいしかやることないしな。ならば、外に出てみたらどうだ。往来に出れば何か楽しめるものもあると思うが。本当な？
外へはもう行ってみたんよ。でもここって遊ぶとこが全然ないんよ。寄席とか舞台とかはないし、料亭も綺麗な反物や装飾を扱ってるお店もなかったし、酒場はおじちゃんたちの憩いの場で、話を聞いてても近所の噂話とかちょっとお下劣な話とか狩りの話とかやもん。お酒もあんまり美味しいのなかったな。なんか一つでも面白いお店あれば違うんやけど、結局どこにもな。こんな田舎にそんなものを求めてやるな。猫やんお手伝ったら退屈が紛れる思ったけど、何をやったらいいかよくわからんかったし、集中しすぎたせいかいつの間にか時間が過ぎててな。退屈は紛れたんやけど、なぜか夜に眠れなくなったりしてな。それは世間では寝ていたというんだ。はあ、ここにお兄さんがおればこんなに退屈しないで済むのにな。シトルハンもそう思うえ？あ、そうだな。お兄さんとは一緒にお酒飲んだり朝まで語り合ったりして退屈しないから楽しかったんやけど、はあ、残念やえ。もう少し悲しんでくれてもいいんじゃないか。悲しくはないのか。アトイ殿はよく博に面倒を見てもらっていたであろう。朝まで飲み明かして解放されていたのを何度か見かけたのだが。あやや、オストルは見てたのけ。それでどうなのだ。お、どうなんて何が。いや、何がではなく、悲しくはないのか。博が死んだことに対し悲しんでるようには見えないが。悲しい？確かにちゃんと話を聞いてくれたり仲は良かったと思うんや。でもそれと悲しいのなんか関係あるのけ？何を言ってる。どうしても何も、人が死ねば悲しく思うのが普通であろうに。そうけ？死んじゃったものは仕方ないと思うえ。仕方ない。みんな遅かれ早かれ命に終わりが訪れるんや。うちらよりもお兄さんは運悪くそれが早かった。ただそれだけのことやえ。運が悪かか。きっとアトイかローン神に掘りられて連れてかれちゃったんやね。アトイかローン神、一見いい男やけどぐうたらしたダメな男が好みっていうもんな。どうかした？そんなところでうずくまったりして、なんかのおまじないけ？いや、絡み酒の相手や解放もしてやっただろう。泣いてやるぞこの野郎が。それでアトイ殿はこれからどうするつもりだ。うち？この国はこれからどうなるかわからぬ。故郷に帰るのも一つの手だと思うがな。それがしたちに付き合ってここに残る必要もないだろう。もう少しここに残ろうかな。これからのことは考え中や。ダメか？いや、ダメというわけではないが。ならしばらくここに置いてもらおう。
戦の時は手伝うから遠慮なく言ってな。わかった。アトゥイ殿がそれでいいのなら当てにさせてもらおう。ではそれがしは行くとしよう。邪魔をしたな。そうけ。それじゃあまたな。仕方ないか。心の中に踏み入りをつけてはいるんだな。しかし傷つくぞ。おい、ちょっとは親しい関係だったつもりなんだがな。よし、お兄さんと遊びに。ああ、そういえばもういなかったね、お兄さんが。もうなんか胸がざわざわして気持ち悪い。なんやろ、つまらんな。なあクラリンもそう思うえ？バラロ。やはりこのままでというわけにはいかないな。どうする。ごめんなさい、ミサマ。私のせいで。猫ね。これ以上黙って見てられん。どうにかして猫ねの罪悪感を晴らさんと、遠からず猫ねの心は壊れてしまう。ならば猫ね、入るぞ。ひとまずごまかし通せたか。連中うまいこと自分を押しとるだと思ってくれたようだ。まったく運がいい。まさか老せずしてヤマトのウコンエ大将になれるとはな。猫ね、お前に言っておくぞ。悪いがこの立場、せいぜい利用させてもらうことにした。お前のためじゃない。己の未来のためにだ。これは千載一遇の好機。このまま守備よく行けば、いずれは帝の地位も夢じゃない。そうすれば全ての富がこの手の中だ。それもこれも全部オシトルのおかげだな。やつもバカな男だ。人をたやすく信頼して身代わりなど頼むとは。のです。あ、あなたらしいのです。うん、そうやって不本意な役を演じることで全て一人で背負い込もうというのですか。おう、本当に不器用なのです。あなたは兄様がそんなことでは、妹である私がしっかりしないとダメなのです。猫ね、お前大丈夫なのです。兄様も部屋に戻って休んだ方がいいのです。そうだな。猫でももう寝なさい。ぐっすり寝てまた笑ってくれ。はいです。おやすみなさい、兄様。兄様自分では何をとっても奴には及ばんだろうに。身代わりと称することすら耐え難いだろうに。それでも意を決して兄と呼んでくれるか。おしとる強いな。お前の